はい、どうもこんにちは、G です。ということでちょっと1日遅れてしまったんですが、セレクションの方を引いていこうと思います。結構メンバー的にですね、どうなるんだろうなって正直思ってたんですが、まあ改めて全選手のですね能力を見るとかなり欲しい選手も多くて、まあリアタイ目線で見ても強い選手が多いなっていう印象でした。能力に関してはですね、他の方ももう解説をされていて1日引くのが遅れてしまってるんで、まあいつも通りではあるんですが、リアタイならこの選手かなっていうのを見ていこうかなと思います。まずは殿崎選手ですね。能力がパワー走力同値となっていまして、でセカンド適正が78と、ここはですね特殊で80まで上げられるんで、まあリアタイ的にはかなりポイントが高いところかなと思います。で特能もすごいいいですよね。めちゃめちゃ良くて超広角選球眼があるんで、まあ打席に立った時はですね、さらに能力が上がって打ちやすくなるのは、まあ間違いないのかなと思います。次は坂本選手ですね。ここはですね殿崎選手と同じで、今年のシリーズから能力がプラス1となっております。で適性がですね、まあ、年々下がっていってしまってるんですが、まあ、特能とバッティングの能力も考えるとリアタイでもまだまだ活躍してくれる選手かなと思います。はい、次はですね横浜ソトですね。まずアーチストで出てきましたね。はい、でソトはですね2020シリーズの通常と比べたいなと思います。まず通常がですねミート70なんですが、セレクションは78と、でパワーは変わらずで、守備適性もですね、まあそこまで差はないかなという感じで、問題は特能ですね。はい、こっちが問題なんですが、ここはやっぱりリアタイでも重要になってくる部分なんで、通常の特能がですね超アーチスト広角チャンスで、今回のセレクションが超アーチスト連発満塁男と、これはですねもう圧倒的になんですが、通常の方が特能はいいんですよね。まあどっちか片方しか持ってないって方は全然悩まなくていいのかなと思うんですが、まあ両方当たっちゃった方っていうのはもうかなり迷うのかなと思います。まあここはですねあくまで僕の考えで言うと、まあセレクションを残すかなと思います。はい、まあこれがですねピッチャーだとしたら、まあ球威制球とかスピリッツ関係なく得のがいい方を選ぶんですけど、野手はですねやっぱりミートパワーの能力とか、そしてスピリッツがめちゃめちゃ重要になってくるんで、まああくまで僕個人なんですが、まあ今回の外はですね難しいんですが、セレクションの方を僕は選ぶかなと思います。続きまして藤川球児投手ですね。まず球威がやばいですね、89ってことで、で球種なんですがスプリットにツーシームがあるんで、まあ球速があるんで結構大会で強いのかなと感じましたね。でまあランク戦だとちょっと厳しいのかなっていう感じもしたんですが、まあどっちかっていうとリアタイ向きの投手かなとは思いました。はい、次は広島の鈴木誠也選手でございます。今回マジで欲しい選手の一人なんですけど、なんでこんなにずっと欲しがってるかと言いますと、まず右バッターで、能力も高くてですね、で守備適性も特殊で最大76まで、上げられるんで、もうなんか僕の欲しい能力全部揃ってるんですよね。はい、まあそういう理由がありまして、今回必ず欲しい選手の一人でございます。あとはですねちょっと別枠になっちゃうんですが、個人的に欲しい選手が2人いまして、まずはバレンティンですね。ちょっと A ランクが何枚いるか把握してないんで、称号でパワー90狙えるかどうかってのはちょっとわからないんですが、まあそういう称号の動画もまあ撮影したいなと思って、今回当たってくれたら嬉しいなと思います。次はですねもう一番の狙いと言ってもいいんですが、バレンティンじゃなくて翔さんですね。はい、翔さんが一番欲しいんですが、まあパワーもデフォルトで A に乗ってますし、でファーストもですね適正特殊で69までいきますし、まあ純正組むときに絶対必要な選手なんで、ここはですねもう必ず獲得したいところかなと思います。はい、お願いします。はい、ということでですね、選手の紹介はそれぐらいにしてですね、弟でございます。はい、で今中 1になりました。昨日まで 小学生だと思ってて、そしたらもう中1になったのね。本当に小5だと思ってて、結構ズレが出てて、まあ中1、今年の春から中1か、はい、でプロスピも結構ね、やり込めてる。すごいガチではないけど、ガチではないけど、オールエースランク組める、一生組める。おー、オールエースランクね。あ、なるほど。結構さ、神引き多いよ、ね。いい選手持ってる多いね。ファースとか、掛布さん、あ、ギータ、鈴木誠也、坂本、あ、坂本さんも、はい、そうそう、結構いい選手持ってるんですよね。吉田正孝、はい、正孝、はいはいはい。丸か。丸行ってない。いる？丸吉いるっけ？めちゃめちゃ強いじゃん。累計とか
あ、TS で原さんも弾いてるでしょ。うん、まあそんな感じでかなりね神引き要素持ってるんですよね。持ってるよね、うん、なんで今日はもう弟に、まあ、90連全部弾いてもらおうと思ってるんで、でまあ一応狙いとしては、まあ、さっき話したんですけど、せいやさんか翔さんか、まあ誰来ても本当にいいんですよ正直。セレクション強いんで、あ、結構好きな選手いるこの中に。この中ではね、うん、中田翔とか翔さん、とか、うん、坂本さんもいいね。あ、坂本さん欲しいよね、結構普通に欲しいよ。写真がかっこいい、写真かっこいいね。バレンティンもいいし、バレンティンえぐいね、えぐいよね。消防でパワー90いくからね。総力も地味に増える。確かに確かに確かに、総力もね、ワンチャン、そっか70いくんだ。あー、固め打ちと存在感ね。 5と8、8ポジションだと8だからやるね、うん、あ、そういうこと。5と、はいはい、5と3で8だから、あーと38だから90いくの。90いくのか、うん、おな、めっちゃ詳しくないプロスピー。まあ単純に計算だから、まあまあまあ確かにじゃあまず10連目、っそっちはまあちょっと流れ的に最後に行こうか、うん、うん、最初はセレクションで行こう。まあ中田翔が出てた翔さんまず、まあ、確定が30連目、60連目、90連目でセレクションの選手が1人確定なんで、まずは10連目なんもないね。お願いします初めてでしょこういうのって。ねえ、あー、なんもない。いいよ、ガンガン行っちゃっていいよもう。うん、はいはいはい、僕は割と名越引きたいタイプだから、はい、なるほど。いやー、いきなり来るんじゃない。あー、来ない来ない来ない僕は割とね、うん、S ランク出てる。この間のさ、伝説とかにも S ランク出たし。マジで出た S 出たな俺で。出た、トゥッツコーチのやつで。出た、マジか、引いてんの。3回引いたんだけど、うん、3回、ま、前のも合わせて。あ、前のも合わせて3回引いてる。で、その中で3、うん、2回出てる A ランク。はいはい、 OKOK。 S ランクの引くもいいんだよね結構ね。もうガンガン行っちゃっていいよ、うん、あそこだけ長押しして、うん、あ、来ない。あ、やっちゃった。あ、まあ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 、いいよいいよ、指の方がいいかもしれない指、うん。さあ、調子くん、まだまだ。マジか、結構ね、一人じゃない時って神引きできるんだけどね、本当は。なるほど、この後、この後、この後だね。もう確かに、もうどんどん行っちゃっていいよ。もう連打する勢いでいっちゃっていい。はい、もう東山投手で、ここは確定っすね。はい、さ、お、いいのか。はい、いいよ。あ、ここ流れ星、流れ星欲しかったね、ここはね。欲しかった、うん。さあ、まあまあまあ、ここはもう流れ星ない時点でね。あ、これかっこいい、微妙かなって。まあそれね、一番いいよね、かっこいい。あと青いさ、うん、稲妻とかめちゃくちゃかっこいい。青い稲妻、あの、こう踏み込んだ時に。ああ、はいはいはい、そういうこと。そう、2枚引き頼むよマジで。おお怖っ山笠めっちゃ当たんだよ。おお、いいんじゃない、じゃない。 A ランクや、 A ランク、まあ、まあまあできる。まあ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 、いい感じ。釣りじゃない、なんもない。釣りじゃない。おお怖っ、バネ吐く。さあラスト、翔さん。おお、いいんじゃない。 OK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 。まあまあまあ結構強い。バレンティンはね、 A ランク確か結構残してたから。 OK、 次40連目、うん、ちょっとさ、確定ない場所で引いて、うん、頼むよ。はい、流れ星。うわ、マジか、やばいじゃんこれ。ちょっと、いいよ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 。あー、やったやった、そう、流星、流星。あー、おー、やばいでしょ、やばいやばいでしょ。まだ40連で確定1枚だけだよ今。ちょ、指変えてみるか。え、オカルトだ。オカルト、オカルトって何なの。オカルトっていうのは何て言うんだろうね、こう、なんか自分の、なんか自分なりの方法みたいな感じ。すげえ分かりやすく言うと。はい、俺やろ。 OKOK、 これはでかい。50連目 OK。 ここで S 引かないとマジでやばい。最低ヒットが来たにもかかわらず。お、いや、まあまあまあ、あるある。でも流れ星がない。でも月があるだけでもうね、うん、マジでいいよね。
長押し頼むよ、本当に頼む頼む、本当に頼む。 OK OK、 これ後は怒られるいや怒りはしないけどさ、頼むよ。これやばいよ、やばいよ。昨日のさ、ゼンちゃんみたいな昨日のゼンちゃんいや、それレベルで引いてもらわないとね。でもね、マジか、ちょ、翔さんはマジで欲しいからさ、せいやさんと。悲しい悲しい。あー、なるほどね。次何十連目？あー、お次確定じゃん、60連目確定が出るな。これ、3枚引き、3枚引きいける？いけんじゃない？おー、珍しい。おー、来た来た、これ流れ星欲しかったな、これマジで。そしたらマジで2枚引きとかって可能性めっちゃあったね。そうね、ね、さあさあさ あ、 いや、いいよいいよ。でも結構こっからこっから、はい、もうちょうど半分過ぎた頃だから、今60連目で。さあ3回目でいくぞ。3回目で3人目、まあ、ただの予想だ。え、 B ランク、ね、おお、来た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 。あーじゃあ日本ハムだけど、かぶりかぶり。もう2020年シリーズはもう3枚ぐらい当たってる。S ランク4枚か。あ、それは大きな僕で。ちなみに 30% か、 2.5% 引いてから。あー、この、あー、また日本 30% やらかしたな、これは。ということで、今60連目の9枚目まで来たのね、うん、だから次10人目でセレクションの選手が1人確定です。いいよ、あれ、早いな、翔さん。あいやー、吉見投手はなー、ツーシームがないんだよなー。なるほど、いきましょうかな。次70連目。ちょ待って、マジで引けなくない？いや、これやばいやばい。いや、まあまあ、そんなもんじゃそんなもんだけど、ちょっと確定外で。じゃあちょっと僕ダメだもん。あー、やばい。で、S ランクを引いたら 30% でセレクションの選手。え、でも一応引いたか、1枚だっけ。怖っ、もやもやす。あ、そういえば僕、今もやつこの間に出たんだよな、3枚目。マジ ?S ランク3枚目っていうか、A ランク、あの、アンバとバトスターって言ったんだけど、バトスター、はいはい、で、今年のシリーズはまた出たんだよ。あ、S ランクの話。うん、あ、なるほどね。はい、10枚目。いや、やばい、また出たし、やばくないこれ。大丈夫？大丈夫ない全然大丈夫ない。いや、これやばいな。次80連目お願いします。追加する？しな？追加？いや、してもいいけどね。やばい、嘘、これみんなの中で一番さ引き悪いんじゃない、これ。どうなんだろう、わかんない。やばい、いいよ、ほっやば、マジでやばい。ペンでいく？うわ、調子くんも出ねえし、静かすぎんだよな、マジで。マジで静かなんだよな。本当に昨日のゼンちゃんみたいになってる。ああ、やまか。え、でもゼンちゃん5枚引いてるの？あ、次、ラストです、90連目。あ、でも2枚引き、久々に見た。あのね、流れ星もう全然見れてなかったんだよな。全出し、あ、いかないか。で、ここまず一番上までしっかり上げて、久々に見たわ。はいはい。で、これで足元。さあ、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 あいや、でもあるかもしれない。ね、調子くんが来るね。はいはい。オッケーオッケー。さあ、頼むわ。いやー、でもやばいな。ちょっとな。いいよ。はい。あー、あー、なんかスーズンで来てるし。いいよ。この中田グルかどうかも。いや、まあ、翔さんでしょ。せいやさんでもいいし、うん、で、坂本さんでもいいし。はっ、いいし、来た、怖い。あー、だな。